生物系特定産業技術研究支援センターの活動を紹介します。生物系特定産業技術研究支援センターでは、農林水産省の交付金などを受け、民間企業や大学などが取り組む農林水産食品関係の研究を公募し、審査を通った研究に資金を提供したり、研究の進行を管理し、研究の成果が普及するための支援を行ったりしています。略して生研支援センターまたはブレインと呼ばれています。研究資金を提供する機関はファンディングエージェンシーと呼ばれます。生研支援センターはファンディングエージェンシーの一つです。生研支援センターでは現在2050年に90億人がおいしく食べ続けられる社会を作ることを目指し、挑戦的な研究開発に取り組むムーンショット型農林水産研究開発事業、豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築に向け、基礎研究から事業化まで一気通貫した研究に取り組む戦略的イノベーション創造プログラム、企業、大学、公的な研究機関などが連携して研究に取り組むオープンイノベーション研究実用化推進事業、農業のスマート化を進めるための技術の開発や改良に取り組む戦略的スマート農業技術等の開発改良、革新的な研究開発に取り組み急成長を目指す研究開発型スタートアップを支援するスタートアップ総合支援プログラムを実施しています。ここではこのうちスタートアップ総合支援プログラムを紹介します。農林水産業や食品産業は生活に必要な食料を供給するだけでなく、国土保全などにも貢献しています。また SDGs の達成に貢献することでさらなる成長が期待されています。しかし農林水産業や食品産業には高齢化や気候変動など様々な課題があります。これを解決するためには、従来の常識を覆す技術、商品、サービスを開発することと、開発されたものを社会に普及することが必要不可欠であり、特に革新的な技術をもとに新たなビジネスに挑戦し、大きな成長を目指すスタートアップに期待が高まっています。スタートアップ総合支援プログラムでは、技術の発想から事業化を実現するまでの段階のうち、革新的な技術を生み出すフェーズ0、事業の構想やビジネスモデルを作るフェーズ1、事業化のために技術を改良したり事業計画を作るフェーズ2の段階のスタートアップに対して、生研支援センターでは各フェーズごとに年間1000万円を上限に研究開発費を提供しています。当プログラムでは研究資金の提供のほかに、経験豊富なプログラムマネージャーによる伴走支援を行っています。伴走支援ではプログラムマネージャーを中心に市場調査やアドバイス等を行うメンタリングや、投資家に向けて研究成果を発表するピッチ、企業とのマッチング支援、セミナーの開催など課題やニーズに応じた支援を行っています。これはスタートアップが投資家や金融機関にプレゼンするピッチと、スタートアップと投資家などを引き合わせるマッチングのイベントの様子です。2023年度のイベントでは200名以上が参加し、スタートアップや起業を目指す研究者など総勢40チームが事業化を目指す最先端のテクノロジーやビジネスプランについてプレゼンを行いました。このプログラムで進めている研究開発の中から、株式会社カルティベラの例をご紹介します。株式会社カルティベラは、令和5年度にスタートアップ総合支援プログラムの支援を受けて、海水を利用した農業技術の確立に挑戦している企業です。現在、世界の人口と食料需要が増加を続ける一方で、灌漑農地の5分の1が塩害の影響を受け、作物が育てられなくなるなど、
食料を生産するための農地の確保が心配されています。これに対しカルティベラは植物に毛細根と呼ばれる細かい根を空間内で大量に発生させることで空間の湿度で育てる独自の栽培技術を持っています。カルティベラでは政権支援センターの支援を受けてこの技術を応用・高度化し海水の塩分ストレスに耐えうる作物の栽培技術を開発しました。現在は栽培できる植物を増やし陸の農地だけではなく海上で海水を利用した農業の実用化に向けた取り組みを進めています。2023年度の本プログラムではカルティベラをはじめ40課題を支援しており金融機関等から約24億円の出資を受けています。また2021年の事業開始から現在までの間に支援した課題全体で約56億円の出資を受けており法人は5つ設立されています。さらに政権支援センターでは外部のイベントにも積極的に参加しています。2023年度は日経 BP が主催した食のサスティナビリティプロジェクトに政権支援センターの職員と3名のプログラムマネージャーが登壇し持続可能な食に貢献するスタートアップの取り組みについてディスカッションをしました。イベント全体として約1500名の参加・視聴がありました。このイベントの様子は日経チャンネルのサイトからご覧いただけます。このほか政権支援センターではホームページ等でも情報を発信しています。皆様ぜひご覧ください。